モヒカン。監督の装備かっこいいけど。私も一番好きなんですけどね、この装備が。でも、まあさすがにそろそろ改革の時かなと思ったりもします。スカイリムで何かプレイするの怖くね。長いもんね。妖精じゃなく精霊だろ。ちょっと待ってよ。ない。精霊か。セーブしとこう一応。で。エルフの仲間じゃなかったっけ？あ、でもここだ。見つけろ。パラティス。オキロリーで。あれ？オキロリーに向かう。オキロリーってどこよ？あ、もう出ていいの？オキロリーってどこ？オキロリーってどこですか？死んじゃったのか？困った時の。あ、手に入った。これで開けんねん。先にある。行きましょう。これはいっぱい敵出てきそうだな。怖いな、ここ長そうですね。ちょっと遺跡も確かに怪しいな、ここにしてもすごい、あの、あぶねえ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 、なんか今出てきたよ、上から。走って。あれ、また死体だ。こいつらいっぱい死んでるな。今週末って公式拡張入ってるの？うん？公式拡張。コンシューマー公式拡張わからんけど、ダウンロードコンテンツは2つ、あ、3つ入ってる。2248番サイレしません。うん、帝国の魔術師だね、これ。ちょっと下にだけは、来た。マジかよ、せっかく召喚したのにな。お、来い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 。あれどこ行ってんの？こっちだっつ。確かに。つえ。つえ。一体。強いわ。なんかすごいことになっとった今。しかもなんかアイテムが変わったな全部。なんだあれ。わ、すごいな、ここ関取級ですね、力は。うん、見た目からして強そうだ、確かに。結構いい感じじゃない？来た。やば、ちょっと、ずれて。おし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 、いいぞ。なんか貴重な鉱石っぽいの全然いっぱい手に入ってる。いや周り吹っ飛んでますね。2248番様いらっしゃいませ。行きましょう。結構無双できてるね。これなんだ、ドゥーマーの器。ここならドア。ああああああ、あ、メンゴ大声出してしまいすいませんでした。大声を出してしまいすみませんでした。すみませんでした。本当に、皆さんには非常に大きな多大な迷惑をかけたと思います。すみませんでした。マップ見てみよう。こっちとこっちあるんだ。すみませんでした。こっちから行こう先に。じゃあ精霊というかゴレムっぽいね、ゴーレムっぽいよね。計画通り。いや、ほんと計画出てきた。その程度？ねえ。いいね。いい感じ。もう一匹いるんじゃない？こっち。
あ、結構アイテムいっぱい落とすね。結構ガシガシ行こう。あ、そうね、確かにね、使おうか。なんかいろいろシャウトも手に入れたんですよね、実は。何種類も使わんにはやっぱ損かな、さすがに。これなんだ、関係なしか。あ、鉱山だ。あ、なんだ、月長石の鉱脈ってなんだ。へえ、そうなんだ、月長石の鉱石。あ、でも鉱石って重たいんだよな。まあいっか、なんか宝石出てきてほしいな、できれば。結局月長石ってやつしか手に入らなかったよ。ということで、2270番サイレンシャモさん、うわ、毒、くっそやられた。腹立つな。やっちゃってくださいよ、ドワフ先輩。ドワフじゃないわ、氷の先輩、よろしくお願いします。よろしく、氷の先輩、よろしく。ただじゃおかないわ、氷の先輩、よろしくお願いします。あいつ強いっすよ先輩、あいつ結構強いっすよ先輩。うおぉ、先輩マジ最高っす。いや、ほんと最高だなこいつ。あ、まだ死体だ。あ、こいつシャウラスだ。お、結構シャウラスともいい感じで戦えるようになってきたのか。前ね、シャウラスがいっぱい住んでる場所に行って、私ちょっとクリアできなかったところがあったんですよね。あそこ行ってもいいかもね。東大、精霊にゴマスリクト、うん、どうぞ、東大のところ。麻痺の巻物取っとこう一応。じゃあ、お、いいね、急速の攻撃。魔法は使わないんかい。うん、使わんねえ、召喚だね。基本魔法剣士で行くんで、この片手剣の能力と、あと弓と召喚魔法、この3つが基本的には、攻撃系の私の、3本柱で、あとは、あ、やべ、なんか発動しちゃった。うるっとぶっとば、大丈夫か。よしよしよし、来た。やっちゃ、うわ、くそ、また毒にかかっちゃった。そうね、弓も使わんとね。いや、でもね、弓はね、私間違ってくらっちゃったら嫌なんでね。2281番様いらっしゃいません。そうね、確かに。うん、負けた、ゴーレム先輩が負けた。リディアさんが死んじゃう。もういいでしょ。やばい、リディアが負けた。いや、リディア頑張って。やばい、リディアが倒れてしまった。大丈夫かリディア。見てるだけ、わら、君の絶対を。え、あ、そうね、それも使ってみようか。右手。あ、笑、リディアいいか。そうなんですよ、だからね、使いたくないんですよ実は。そういう理由が一応あるんですよね、私なりに。そのもしリディアにとどめさせたら終わりなんで。よしよし、いいぞ。リディアの充電完了。やっぱリディアはね、ここまで頑張ってきてもらったんで、やっぱ殺したくないんですよね、できれば。ゴリディア、基本は私の攻撃が当たらない限りは死なないんで。うん、行こう。なんてこと。うん、クロスト先輩には回復ないの。うん、フロスト先輩には回復ない。
フロスト先輩ってなんだ。フロスト先輩って何、わかんないけど、まあとりあえずやってってます。フロスト先輩って何のことだ。氷のフロストゴーレム。あ、これは別に関係ないよ。こいつは死んだらすぐにまた呼べばいいだけなんで、気にしなくていいと思いますよ。監督が攻撃戦でも普通にやられることある。そう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 、リディアは無敵。まあそれはあるんだけど、可能性としてはあるんだけど、自分で殺したくないんですよ。いや、リディアは無敵じゃない。無敵のNPC もいるらしいけどね、中には。気をつけろ、特に下踏むんじゃないぞ。踏んだらマジ終わるぞ。下にある何か。ついたかな。これが一番奥っぽいぞ。うわ、何あれ。待って、なんか出た、なんか出たよ。玉みたいなやつが出た。アルマジロみたいなやつが出てきた。何あれ。やるしかないのか。やるしかない。俺も戦おう。死ね。これが俺の力。怖かったね。いや、一応監督もね、両手剣にすればある程度の攻撃力なんですけど、ちょっと相手の攻撃が一撃でも当たったら死んじゃう可能性もあるんですよね、実は。やっべ、これ精鋭か、挑戦するか。かっこいいね、皆さん。その武器、そうそうそう、かっこいいでしょ。魔法剣5しかないんだけど、やってみるか。2本は不遇だよな、5本しかな、わら。あくそ。4。ああどうしよう。氷の先輩なら鍵ぶっ壊してくれそう。やべえ。オッケー、ギリセーフ。一人がコミュニティを登録しました。宝の山だぜ。コミュニティ参加ありがとうございます。よかったよかった。なんとかパチパチ大喜利わら。パチパチ、ギリギリ行きましたよ。さすが監督。パチパチ、奇跡を起こした監督、ありがとうございます。パチパチパチ、結構奇跡っぽかったっすね今ね。でもなんかそんなすげえアイテムがあるわけじゃないんだな、ここ。なんかすごいアイテムがいっぱいあるのかなと思って開けたはいいけど。自分がスカイリムやってて地味に会場中に楽しかったな。うん、楽しいよね結構ね。これ重いな、25とか。宝箱あるよ目の前に。やったね。性別変えれますよ、自分で選べれますよ。壁に宝箱、どれ。壁壁にかかってるの宝箱。扉は行ったらトラップ。壁に宝箱、これネタができたのに。これか、丸いやつ。いいね、あるよ、いいね。2つある、いいね。お、いいね。これでいいの、2つでいい、こんだけ。よし、いいね、いいね、行こう。で、こっちか。おパイみたいな宝箱。まだいそうだな。変わった形した宝箱でしたね。で、右手で、左手は氷。よし、OK。これ、ついたのか。遺跡の宝箱は他と違うし、種類もいろいろあるから注意してみてね。わかりました、気をつけます。なんか感じるね、ここ。なんか不思議な空間だな。ん、こっちなんかあるね、これ多分。これなんだ、意外と何もないな。ん、なんか出たぞ今。
石の長い背、座るとかで疲れちゃったみたいな。怪しいな、こういうのがね、さっき動いたからね、さっきこういうのがいきなり動いたからね、不安だね。あ、おる。おし、やりにいっとくか、一応。こいつ強いよね。こいつはまだいいんだけど、もう一個が強いよね。いけるか。これ普通に前進んでいいのかな。セーブしとこう、そろそろ。OK。 いやマジでいいね、この世界観。自分で攻略してる感があるし。ないぜ、杖ないだろうな。杖がない。大丈夫かこれ、なんか怖い雰囲気だぞ。行くぞ、ジャンプ。おぉドゥードゥードゥー。よしよしよし、いいぞ。壊せ。危ねえ危ねえ、弾のやつだった。唐突でしたね、ちょっと今の。よしよし、いいぞ。何、もう一匹いる。あいつか、あいつなら大丈夫だろう。不思議なやつだなこれ。宝箱はどうかが少し分かりづらいね、本当にね。よし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 、めっちゃ宝石が手に入る。宝石っていうか、あの魂の石が。これ3年前っすよ、出たの。恐ろしいな。これ下も降りれそうだな。どっちが正解ルートだ。順調にポケモンマスターに近づいてるな。左が正解か。じゃあこっちが正解ルートか。こっちは何か宝箱か何かがあるのかな。降りとこう、一応ね。本当にブーマー遺跡は広い。うん、本当ですね。これは重たいんで持ちたくないな。錬金か。あ、そうなんだ。じゃあここはまだそんな大きくないのかな。うわー、来たか。そうっすね、あと2で行くしかないのか。これは厳しい。あっ、そう、そんなに一瞬で。あ、厳しい、終わったわ。さすがにこれは難しいわ。ごめん、取れんかったわ。終わってもうだな。これ取りに来ないけんな、また。結構あれ1個ぬ、あの逃しただけで結構後々響きますからね。そうですね、氷の精霊、あの使えるようになりましたよ。そうね。あと今日ね、この放送枠、5分前になっても延長が起きなかったら言ってください。よろしくお願いします。多分延長されると思うんだけどね。あと残り5分になっても延長されなかったら言ってください。すいませんね、よろしくお願いします。行くぞ。ここ結構あれだな、1匹ずつ相手した方がいい感じだな。このフィールドの広さは2、3匹一気に出てくる可能性がある。来た、1匹目。あの1匹をまず倒そう。1匹ずつ倒した方が絶対有利、間違いない。来た、ナイス。よし、多分まだ出てくるな。こんなもんじゃないだろ、多分。もう一匹ぐらい出てくるんじゃないか、これ。
2匹とかありえんだろ。もっと出てくるだろ、多分ここは。意外と2匹か。意外と2匹のみか。意外と2匹だけか。あれどこだ。あれ進む道がないぞ。レジアイス、何のことだ。コントリビュート高橋さん、いらっしゃいませ。レジアイスってなんだろう。レジアイスってなんだろう。あれどこだ。こっちか、上か。あ、出てきた。来たか来たか。何、なんかやばいような気がするぞ。わーん言うてなんか言っとったぞ。来た。なかなか。よし、とりあえずこれでひとまずはいけるんで、ちょっと体力を回復したいな。少し休憩した方がいいかな。ちょっと体力回復させるまで待ちますね。レジアイスってなんだろう。ポケモン、ポケモン、あ、ポケモンか。あれか、ポケモンのあの幻のやつか。今回避魔法使わんの。氷の精霊近くにいると涼しそう。そうね、回復魔法使っていく。まあ使うか。使わん理由もないしね、確かに。デジモン、アニョハセヨー。デジモン関係ない。ん、アニョハセヨーということで、キム・ジョン・ナムサイルしてません。行きましょう。なんかさっきここなんか出てたな。ダッ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 つって、なんか下にスイッチがあるのかな。気をつけていこう。ここスイッチっぽい。あっ、あおー、よしよしよし。あ、リディアさん。リディアさんが落ちちゃった。あれ、これもしかしてリディアさんやばいんじゃないこれ。リディア、ナイスリディア、わらわら、よしよしよし、ナイスリディア。先に行けばワープできてくれる。ねえ、そうだね、確かに。ボス戦っぽいな。セーブしとくか。走った方が良かった。うん、かもね。今そうだったみたいね。これはボス戦来るな、多分。ボス戦または何かの謎解きが来そうな気がする。ここボス戦ないよ。また動物かも。錬金術か。言っちゃダメ。ボス戦ないよとか言っちゃダメだよ。全然面白くなくなっちゃうじゃん、見てる側の人が。お、宝箱だ。気をつけてね。よし、そんな気もなしに多分言ってるんだと思うけど。言わないでよ。じゃあここボス行くかないとか言って。あ、いつも的な、そういうやつ。それは嬉しいね。びっくりしちゃって。わー、見た意味ないじゃん。わー。まあそうなっちゃうからね。気をつけてね、みんな。監督を油断させといて。あー、でもそのパターンかもしれんな。マジなとこあるよ。来た、ボス戦だ。行きますよ。情報戦は戦では重要だよ。そうっすね、確かに。まあ私も別段ね、これ初見プレイじゃなかったらね、いくらでも調べてね、放送でやろうと思えばできるんで、うん。まあだけどそういう域とかね、見ずにやってるっていうのは、その初見プレイでみんなでドキドキしたいっていうのがね、一つの
目標でもある部分はあるんですよね。まあそれだったら生放送するなよっていう部分もあると思うけどね。寝坊すくさいね。確かに死んでるしこいつも。これ絶対なんか仕掛けがあるな。アベンチ核作用。うん、それは聞いてないね。初見貫徹の監督。はい、ということで、あ、初見貫徹挨拶されたのかと思った。そろそろあれだな、重さが耐えられなくなってきたな。いそうね、確かにね、でかいやつ。こっちが一応メインか。向こうも一応言っといた方がいいのかな。歯車とかオイルとか使い道今のところないよ。2828。そうなんだ。だからそういうのもね、言わなくていいよその監督が捨てようと思った時に皆さんに多分もし本当に迷ったら聞くと思うんで、うん、難しいよねそういうのね。まあ慣れていってください。うん、今まではそういうこと言ってきちゃってた人もね、これからゲーム実況放送楽しむにつれて、あ、そういうことなんだってね、分かってもらえると嬉しいですね。マジかよ、歯車意味ないのかよ。わー来た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 、わら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 。おっしゃ、ファンメルってやつら。言わないでよ。新しいな、ファンメルって見たことなかった。歯車超期待してたのに、うん、がっかりだよまああれに期待しとった人は少ないかもしれないけど、ね、そういうこと。最悪だよそんな。ラスボスはリビアだよ。ド S だな。ドワーフじゃね。ドワーフか、あれがドワーフなのか。初見ということで、ファンメルって書いてある。いらっしゃいませ、うん、わらわら。私にいらっしゃいませって言ってどうすんのよみんな。まあでもね、私も実際ガチな、うん、ぽくない、ぽいね。確かにインゴットあったよ。インゴットあった。いや、インゴット、あ、インゴットはいいんだよ。うん、鉱石は重いからあれなんだけど、インゴットは別に拾ってもいいんだよね。あのね、まあこの話はもう毎回してる話でもあるんですけど、リスナーさんには来た、一つのなんていうんだろう、この放送のまあ生主じゃないんですけど、その出演者としてね、皆さんとコメントの方でね盛り上がっていきたいっていうのがあるんでね。よし、うそ、死んだ。ゴブリンみたいなやつなんだな、ファンメルって。うわー、ここも開けたいな。なんか死体がいっぱいある。買っとけばよかったな。ファルメル、なんでもかんでも言えばいいわけじゃない。そうっすね、ロード・オブ・ザ・リングで見たことあるやつ出てきた、わら。ね、あんな感じのやつ出てきてたね。種族、目が見えない。まあ暗黙のルールみたいなもんだから難しいよね。そうなんだ。わら、ファンネル、ニュータイプが使う、うん、熟練者とか10本放ないと無理でしょ。死んだって言った時感覚。ということで2410番再来してません。わらわら、ユンケル。死んだ、死んだって言った時に、私が死んだんじゃないよ。精霊が死んだんだ。あーでもこれ違うな、こっちは後で行くとこだな多分。マイティボンジャックですね。はい、もごめさんいらっしゃいませ、ありがとうございます。多分こっちがゴールだから、おそらく多分こっちじゃないんじゃないかな。どうなんだろう、こっちからこう回っていくのか分からんな。結構長いな。あと1分で延長が発動しなかったら教えてください。どっちがゴールだ分からん。難しい判断だ。行くか、こっちから行ってみよう。こう
ールじゃない道をあえていく。これなんだこれ、これ絶対なんかアイテムっぽいんだけどな。これアイテムじゃないの？これ剣が折れてんだ。うわこれ絶対ボスじゃん、間違いない。セーブ。発動したら絶対教えるからね。わかりました、お願いします。アルメルハブーマー遺跡にいる。まあ説明に出てくるけどね。了解。うわこれ強いやつの方、あ強いやつの方だこれ。シャラウスの方だ、シャブラスの方だ。こいつ強いんだよなマジで。していない。延長してない、してない延長。マジか、本当だ。ちょ待って、了解了解、ね、ちょ待ってね。残念延長されてません。はい了解、ちょっと待ってね。のでした延長。30分延長しました。ちょっとオッケー。かんちょっと行くぞみんな。かんちょっとかんちょっとかんちょっと30分延長された。はいオッケー、ありがとうございます。かんちょうね。はいありがとうございます。雨完結完結延長延長ありがとうございます。ちょ邪魔、リディアさん、リディアさんどいて、リディアさん。オッケー。延長ポンコツ延長ありがとうございます。おる行くぞ。うわ数が多い、やばいやばい、やっちゃったかもしれん。これはちょっと量が多いぞ、ちょっと引きながら戦った方がいいような気がする。行くしかないのか。頼む戦ってくれ。やばいシャウラスがいっぱいおる。倒したか、強えなこいつら。オッケー、ナイスナイスナイス、あと一人ナイス、まだシャブラスが生きとる。ナイス、これはいらん。強え、それにしても金がめっちゃ入るな。一人倒しただけで30ゴールドとか今までなかったぞ。あ、家だ、これ家じゃね、宝箱だ。来た、ついに私の新たな武器が、武器じゃなくて防御が出ましたよ。来ました、これですよ、これ装備だ、これ装備して。でも重たいね、強い、むむむむむむむ、重たいからどうしよう。防御、新装備きたー、きたー、うっぱらう、これを捨てよ。それは私のだ、ファルメルの住処やね。これをリディア持って、百式から黒騎士になるのか、おめえ。で、いや違う、私のは、私のあれは私が使うわ、さすがに。できればドワーフで固めたいんでね、まずは。で切ればいい、アイテム、リディアが物欲しそうにしてるぞ。ちょっと待てよ。で大して働かない監督だから重いのでいいんでね、またリディアの重みになるのか。わらわら、あとね、ちょっと待って、このシリーズナイトって感じするやつ、うん、レディファーストこのシリーズナイトって感じ、レディファースト、いやそんなもんないよ。いや多分ね、うん、いや認めてくれるはずだよ、うん。ドワーフのオイル、これ捨てたとしても監督はお振りもらっておけ、わら。ドラゴンの骨とか持ち歩いてるのか、わら。あ、本当だ、売ってなかった、売り忘れてたんだ、ね、忘れてたな。ちょ待てよ、どこだ。めっちゃ多分間違って持ってきちゃったな。
あれさっきからなんかずっと撮ってたなんかあれはどこ行った？歯車とかやつ。あれ重いんすよ。ちょ待て、ミスったな。歯車。その他。歯車どこ行った？一回売りに帰ってもいいかも。あ、違うか。それぐらいのレベル？いやでも、うん。はい。ドゥーマーの歯車って1個しか持ってねえじゃん。あれ1個だったっけ？なんかめっちゃ取った記憶があったんだけどな。勘違いか。勝てば官軍、鉱石かな。それがです。茶色でしょ。この後もアイテムかなりありそう。確かにその通りだね。ジャイロか。ジャイロこれか。いやでも3つしか持ってないよ。なんだろう、なんかを取ったのか。いやこれはそのままでいいと思うんだよね。でまあこれでいい。よし、新しい監督の勇姿見る。ちょっといいね。いいじゃんいいじゃん、めっちゃ似合っとるじゃんこれ。どうこれ。家に送ってくれてもいいんだよ、わら。かっこいい。かっこいい。リディアが見てる、わら。暗い、わら。暗い、わらわら。ちょっと暗い。スチール監督。かっこいいな。いや、この暗さが逆にいいじゃん。うん、わらわら。大暗くて。黒金の剣士みたいな。マジか、分かった。じゃあちょっと照明つけるか。照明つける。しゃあなしですよ皆さん。好きに。ポセイドン監督。こんな感じ。変わらん。わら。変わったよ、だいぶ変わったよ。やべ、敵。ちょ待って、敵がおる。敵がおったぞ。危ない。やばい、敵が来た。監督はこっちで2509番セールってことだよ。ちょっと待てよ。こっちは味方ですよ。はい、すいません。よしよし。いや、光つけたせいで。何この盾、クソ重い。まあ、ジャイロはいらんか。ハンメルの盾重いな。まあでも盾結局使ってないしっか。いいか、大丈夫か。ここもう一回来る必要あるかもね。ちょっといいアイテムがいっぱいありすぎるわ。ここん？ちょっと待てよ。なんか向きが変わったな。うわ、これどっちが正解なんだろう。ここがゴールインでしょ。まあ行ってみるか。やべだったー。ということで、名古屋さんいらっしゃいませ、ありがとうございます。遠いね、わらわら。なんだここ。関係なしか。敵出てくるのかな、ここ。ああ、そうか、確かに。うん、見たいね。またはそのどうなんだろう、そこら辺は分かんないね。さすがに私も。でもなんかそれっぽいよね、なんとなく。パルメルの剣ダメージ20。ウリ。なんでそんなもんあんだ。ん？車？ベンツ。でも私は運転しないんですよ、基本。行こう。あれ？道がない。いやー、そんなこと言われてもな。マジ？うん。でも C クラスとかだけど S クラスじゃありません。来た。
まあ運転手っていうか私の昔の友人なんですけど。その金持ちの基準が分からんけど、まあ金お金は持ってなくはないけど、月収200万ってことは2400万か。あんまり言いません、そういうのは。言うと問題になるらしいんで、あんまり言わんことにします。変な人が近づいてくるらしいんでね。今ですらめんどくさいのに。行きます。E？ いや C、C、C じゃなかったっけな。 C、C、C。 監督はだからあんまり仕事の話はしたくないんだけど、二つ仕事してます監督ね。それだけはいつも言ってるんで。まあ確かにね。でもまあみんな言われてるぞ。そう言われることもあるけどね。やべ、役立たずね。オッケー。悪いことしちゃダメだよ監督。 S クラスは乗ってないって言っただろう。悪いことしてないし。やったたずって言われてた。これどっち？ん？達人。マジか、ここ開けたかったな。やったらず、まあ言われちゃうけどね。それは言わないでよ。よし行くぞ。多分ここでゴールインだ。アマゲー、アマゲーか。アマゲー乗ってる友人いるけど、まあアマゲーもいいか。まあいい車ですもんね、正直ね。高いし。なんでそんなの乗らないよ。監督そんな車に詳しくもないのにそんなの買ったら怒られちゃう。ん？敵いたくね、今下にいるのか。来た。僕は担当です。本当にすごいよね。くそ。いいぞ。いや本当やばい、目の前に敵がいた。見つけれなかった。オッケー。僕は自転車に乗っても、まあ自転車もいい自転車あるじゃん。20代で連続ってなかなかいないよね。そう、うん、まあ確かにね。いやでもいるよ、私の友人とか。普通にアーマーゲー乗ってる人もいるし、カイエン乗ってる人もいるし、あとなんだろうな、乗ってる車、なんだっけ、カマロ、カマロだったっけ。そういうのも乗ってる人いるよ、友人で。カマロだったっけ、名前間違ってたらすまん。うわマジか、解除できない。カマロって電車？カマロ安いから、すいません間違ってたかな。カマロは安い。あのカマロじゃなくて、あのポルシェのあのちっちゃいやつ、なんて言うんだったっけ、忘れちゃったな。カマロじゃなくてポルシェのあのちっちゃいやつ、ちっちゃいやつって言ってもめちゃくちゃ高いやつ。彼ら？彼らか。彼らか。彼らカマロが電車だと。ケイマン年収億あるけど今にクベだわ。わら911か。うん。いやまあ全然いいんじゃない、それでも。正直私もなんかそういうのでなんか嫌な思いしたことないしね。別にそのん？カイエンじゃない、彼らかな。91、あそうそう911だ。全然違った。メンゴメンゴ。多分それだと思う。ちっちゃいやつ。私はそれの良さが全くわからなかったけど。
いやでもね、正直車なんて、ね、身の安全さえ守れればそれでいいんですよ、正直。危ねっ、ぶんな、めっちゃすげえ落としやがる。危ない。や、私もね、国産に乗り換えようかなと思ったりしてるんですよね、実は。必要があれば殺すわ。うん、これ危ねえな。ここも怪しいな。うん、BMW？ いや、そう、BMW 国産じゃないし。いつからベンツ乗ってんの？いや、その自転車にしておきなさい。健康的ですぞ。わら。結婚して数年かぐらいだから。仕事が固いからいいじゃない。2年か3年前ぐらいか。うん。え？自転車にしておきましたね。健康的に。うん。いや、そんなことないっしょ。私は国産でも全然いいと思いますけどね。BMW はね、姉と一緒の車になるんで、あと嫁とも一緒の車になるんで嫌なんですよ。結婚してるの？監督。結婚しますよ。はい。結婚してます。監督。下っ腹。ああ、でもなんか運動はしないといけないなと思うね、やっぱね。そうは言っても。アウディ。アウディも乗ってる人いるけど。そこテストある。あ、かっこいいよね、アウディ。コメントが横道にずれるよね、わら。嫁部門で監督免許ってどんだけ金持ちなん。いや、だから、まあ、そこは今宝箱なかった。もう昔言ったことだからな、別に隠す気もないんですけど。ちょっと待ってね、これは捨てよ。で、これで、で、今宝箱なかった？マジで？あったか？これか。これ宝箱じゃなくてベッドらしいよ。石のベッドだった。で、これは持っていったな、もういい。OK。ここもなんか怪しいけどな。個人でセンチュリーは中古ですって言ってるような。違う、ある。台車に乗るとワイパーとインターの違いに乗ってあるあるですか？僕だけですか？何、これは何の施設なの？これね、ドゥーマー遺跡って言って、何かその、布切れの下にあった。どれだ？どれのこと？布切れの下。あ、これか。入って左。L。 うお、200。ありがとう。誰今言ったの？今誰ですか？どうだ？俺。バンテーノさんですね。バンテーノさんに、バンテーノさんです。バンテーノさんに、グリーンカードプレゼントです。グリーンカード。おめパチパチ。おめでとうございます。パチ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 。ありがとうございます。パチパチ。はい、おめでとうございます。パチパチ。和骨ですということで、2589番サイレンします。5枚で監督からプレゼントがあります。パチパチ。おめでとうございます。現金な人。ああ、すいません。でも200はでかいよ。そんなに自分からそういうこと言う人にはイエローカード出しますよ。コミジロさんからありがとうございます。いやいや、そういうわけじゃないんですけど、今のだって私知らずに言ってたら結構損したからね。見逃してた系は言われても気にしない。見逃した系は言われても気にしない。いや、まあ宝箱でしょ、だって。やった、イエローもらっちゃった。もう目の前にあんのにそれするってちょっと寂しいじゃん。だってイエローあげてないよ。ちょっと待ってよ、マップまだ探索しきれてないとこあんだよな、これ。絶対、あー、ゴールか。ここもまだ行ってないんだよね。ここ確か地図があったんだよね。まあ行こう、セーブしてから行こう。誰もいなかったな。よし、イエローカードはブルーカードと混ぜるとグリーンになりません。ブルーカードまずないしね。そして、達人とこでしょ。いや、でもなんでもいいからください、わら。そうそう、達人のところ、さっきのやつ。
あげません。その発想はなかった。よし、行くぞみんな。え、その発想はなかった。うん、確かにね、ブルーカードとグリーンカード混ぜたら、イエローカード混ぜたらグリーンカードになる。なかなかいい発言ですね。確かにタコさんにはそのね、私が一発では気づけなかったその才能あるコメントありがとうございます。グリーンカード差し上げましょう。おめでとうございます。行きましょう。パチ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 、ブルーくださいよ。パチパチハチ、パチパチパチ。和骨、はい、和骨ということで2616番サイでしょ。もさあれまだか。これ絶対いると思うんだよな。来た、行くぞ。すげえな、さすが。すげえなお前ら。そうですね、今日も6時間放送になってます。 OK、 いいぞいいぞ。よし、あれどこ行った、さっきの気持ち悪い昆虫。あれ昆虫いなくなっちゃったな。うん、バゴ2ということで2616番さん、2617番さんでしょ。もさジャイアンっていうかリディアちゃんね。行くぞ、そろそろ多分ゴールインだろう、おそらく。この環境長すぎ、わら。長いね、確かに。昆虫、わら。え、ここのダンジョン入ってきたとき。ボスに違いない。やば、3匹相手にしちゃった。ミスった。戻って。リディア戻るんだ。その数を相手にしてはいけない。ということで、ワコツです。ということで、審査いらっしゃいませ。その程度？ねえ。頼む。ナイスだ。やめろ。やばい、リディアが死ぬ。やばい、リディアが死ぬ。やばい、リディアには攻撃を当ててはいけない。やばい、リディアには攻撃を当ててはいけない。うわっ、あーやってもうた。やってしまった。やってしまった。うわぁ、やってしまった。ここで死ぬか。でもよかった、セーブしといて。やっちゃったわ。どこから？こっから、こっから。あの、さっきの2匹敵が出てきたところから。うん、挟まれたね。行くぞ。うん、ここでよかった。殺すわ。オッケー、行くぞ。よし、あれこれはなんか、あれこれ敵として、あ出てきた卵か。まあこれ一応売れるから持っていこう。マジで了解。よし、じゃあちょっとセーブ、あ、違う、セーブする前にまずレベルアップで。リディアの後ろでチルの手だけする、わら。ん？まあそれもありだけどね。スタミナも必要だな。そうそう、うん、すごい、すぐなる。いらんもん持ってってたらすぐなる。マジかが170は、それはもう十分。体力はなんとかなる。スタミナかな、やっぱ今はもう。でも体力も上げておきたいな。まあスタミナか。で、重量オーバーにすぐなってるんで。で、これがあと、あと6か。これ上げにはいけんのよな。これが絶対必要。さっきみたいな時にすぐ死んでもらったら困るから。あと6だし上がるかな、すぐ。ここは我慢しよう。スタミナ上げると持てる重量増えるよ。うん、知ってます、知ってます、大丈夫ですよ。2641番線でしょ、もさ監督はスターキンみたいなのしてるの？錬金はしてない、全然してない。右からだな。右から行く？いやでもね、結構ね、
連れてくんのがね難しいんで、しゃがんでいこう。まずはで、ここいるんだよな多分。どこいるんだろう。やばいねこれ、意外とここまで来れちゃったよ。静かに。一匹クソうるせえやつおるけどな。パソコンだとゆっくり移動できないのかな。いるぞ、あそこにおる。おし、敵がこっちに来た。やる気か、もう。よし、やろう。避けて、まず避けて、逃げることが大事、逃げることが大事で、こいつを殺す。やばい、やばい、ミスった。危ない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 。やばい、これ防御がクソだわ。防御がクソすぎる。ちょっと待てよ、まず回復、まず回復しよう。で、オッケーで、これ使うか。もう一人。やばい。やばい。やべ、リディアを攻撃しちゃった。間違ってリディアを攻撃しちゃった。リディア復活して早く。間違ってリディアを攻撃しちゃった。やばいやばい。リディアさん、リディアさんすいません。おい、いきなり強気になるリディア。危ない危ない危ない、危なかった危なかった。いけるか。いや、ほんとそれ。よかったよかった。危ない。リディアとの旅はね、本当にドキドキする。ああいう時はね、特にいつやってしまうか分かんない。できないんすよ。あのね、2つの魂っていう、2つの魂っていうね、あのアイテムがないとダメなんですよね。で、チュー。そうなんですよ、あのレベルもう少し上げないとダメなんですよね、召喚を。結構ね、召喚は伸びてるんでいい感じなんですけど。で、了解しました、はい、うん、ちょっと試してみようか。違う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 、治癒の手だろ。あ、間違えちゃった。こっち、治癒の呪文。あなた司祭なの。回復してくれたかな。もうマックスなってんのかな。よし、でちょっと見てみようか。見るだけ。ドレモラ先生ね、使う機会今探してるけど。あ、あのね、見せてあげます。ね、召喚っていうのが今一番使ってるんで、67までスキルが上がってるんですよ。あ、そうなんだ。で、67のスキルでいけるところは今ここまでなんで、2つ同時に集めようと思ったら100まで、そ、あの集めないといけないんですよ。なのでまだまだ先なんですよね。すごい早い。あ、そうなんだ。属性効果っていうのはね、結構いいらしいんですけどね。わらわら、これも80。そうそうそう。あ、そうなんですね。了解です。まあ、なのでまだ一応召喚はとりあえず今はね上げておかないで、次はまた重装備で、防御力が上がるやつをねつけたいと思います。じゃないとちょっとこのままだとまずい。そうなんですよ、まあ、だからこそ燃えるんですけどね。まあこういった特に何て言うんだろう、 RPG ロールプレイングっていうゲームはね、だから思い入れがね生まれてくるんですよ。その一つのキャラ、一人のキャラをね
ずっと育てていくっていう感覚が生まれるんだね。最高っすよね。だから私もね、別段その今まであんまりやってこなかったけど、そのロールプレイングが嫌いなわけじゃないんですよ。ここまでしっかりしてたら、そうね、そうなんですよ。だから楽しみですね。まあでもそこまでいくと結構、なんかそこまでいくともう無双チックな感じになっちゃうらしくて、それはあんまり見たくないなっていう人も多いんでね。まあいろんな意見がありますよね。お、宝箱だ。オークの矢、いいね。これオークの矢、これ渡しとくか。リリアさん、渡そう。まだここです。あ、延長ありがとうございます。延長出ないね。ん、多分出るよ。今回は出ると思う。あなたの重荷は背負うって誓ったのよ。少し遅れて出ると思うよ。で、30分延長しました。多分出ると思うんだけどな。あと30分で出られるかな。そうね、長いね、やっぱしね。結局ここから入って1時間ぐらい経ってんのか。で、これを渡す。で、これも渡す。完結。ありがとうございます。延長ありがとうございます。先に行って、ついていきます。完結。行きましょう。延長ありがとうございます。これがラスト延長ですよね。これでクリアできたらちょうどぴったしって感じか。これ宝箱っぽいな。やっぱそうだ。いいから、早やれ。お、魔法耐性が 15%。うん、頑張ってます、頑張ってます。で、これはいらん。ルビー、オッケー、いいぞ。これも。魔法耐性が15分。魔法耐性が 15% 増加。どうなんだろうな。いいのかな。まあでも、あれ、軽装備だからな。そんなに使わん。あめ、落ちちゃう。危ない。よし、行くぞ。セーブしよう。行くぞ。2681万セールしてません。行きます。延長装備は高値で売れる。役に立つよ。ちょ、まずい、まずい、まずい、ちょ、待て。ちょ、待て、待て、待て、あかん。ちょ、待てよ。ちょ、待て待て、まずい、急げ。ちょっとまずい、これはまずいぞ。本気でやばいやつだ。ちょっと探せ。どこだ。あ、向こうに道がある。マジか、向こうに行かないといけないやつ、もしかして。違う、それとも、どっかに宝箱がある。ちょ、待てよ。どこだ。違う、そういうわけじゃない。多分そこじゃない。あそこだったらさすがにそれはクリアできなくなっちゃうから、そういうことはないと思う。ちょ、待てよ。どっかに落ちてないか。鮭。クソ、ないのか。宝箱、これ開けた。ってことはこっちか。どっかにあるはず、絶対。やばい。よし、行くぞさんじゃない。ちょっと待てよ。よし、酒で開けよう。ちょっと待てよ。まだ行ってないところがあるはず。ちょっと待てよ。こっちか。ここが開かなかったんで、こっちか。変なクリスタル取ったよね。あれ何？松明あった方がいいんじゃない？あれは関係ない。多分松明あった方がいい。あ、暗い、やっぱし画面が。いや、一応ね、松明はね、持たしてるんですよね、実は。くっそ、こっちか。やっぱここしかないのか、道。待ってよ。右がある。こっちがまだ行ってない道がある。こっちか。コメント参加ありがとうございます。これからもよろしくお願いいたします。こっちか。達人。達人の扉がいっぱいある。ちょっと待って、これも達人だったぞ。まずいぞ。あと行ってない道どれだ。これなんだろう。怪しいな。関係なしか。ちょっと待てよ。ここ道ある。ここから来たんだよね、確か。こっから来たんだ、確か。で、こう回って回り込んで、そうピック不足。ピック不足かもしれん。まずい。そう、達人なんですよね。どうしよう。ってことはこっちか。まだ行ってない道があるとしたらここか。ここしかない。いや、多分ね。ない。それはないと思う。ビッグなしでもクリアできるよ。ここだ。絶対できるようになってるんだ。こっちだわ。こっち、なんだ。
お、来た来た来た。でもこっちなんだよね、ゴールは多分。ここがゴールなんだよね。なので鍵が多分こっちに何かボスがいる。やっぱボスいるわこれ。間違いない。監督が予言。これはボスがいる。そうなんよね。マジで買い足すのがね。何が？監督でこれから一番人気。どういうこと？一番人気って。私の放送が人気が出るってことですか？大予言ですね。嬉しいです。行きましょう。なんだこの風は。怪しすぎる。危険な香りがするぞ。行くぞみんな。多分この先に。ここは多分いる。一番人気抜けてるところがいきなり。オッケー行くぞ。ちょっと待てよ。あれ意外と誰もいないな。多分この先に来るぞ。いるぞ多分。気をつけろみんな。召喚は私楽しいよ。あれなんでこいつは死んでんだ。私が倒したわけじゃないのに。おかしい。これはおかしい。私が倒したわけじゃないのに死んでる奴らがいる。怪しい。おかしい。なんだ。なんでだ。なんでだ。おかしいぞこれは。なんか来た、なんか来た、なんか来た。あいつは大丈夫。あいつはこいつらが倒してくる。こいつは弱いやつ。召喚プレイ楽しいっすよ結構ね。皆さんはどのプレイスタイルで行ったんですか。魔法剣士は楽しいっすよ。まあ私は基本召喚がメインの魔法剣士ですけど。お金だけ取っていこう。納金プレイか。まあ納金もいいよね。でもぶっちゃけ話、ん、素手プレイ、それはそれで面白そうだな。まあでもやっぱ一回クリアしないと意味ないよね。マジか、まだ先があるの。召喚したモンスターの攻撃はリディアさんには一応当たらないはず。うん、あいいね、暗殺プレイ。来た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 。やっと手に入った大剣か。でもすごいね、ここにいる人たちだけでこれだけプレイスタイルが違うんだから。うん、来た来た来た、やっと手に入ったよ。で一応ないよな、大事なアイテムが。でもここもう一回来たいな。取り忘れたアイテムがいっぱいありそうだ。ちょ待てよ、急げ急げ、時間的にまずいぞ。間に合わせてクリアしたい。チェインライトリングの巻物ってなんだ。珍しいものをゲットした気がするぞ。で行きましょう。 OK、 準備完端。ここはこれ以上多くはないよな。一応マップで確認しとこう。 OK、 これはこれ以上多くはない。だから戻ってこっちに行ってゴール。行こうみんな、行こう。クリアできそうっすよ時間内に。魔法プレイ。うん、破壊魔術師か。まあやっぱ破壊魔術師もいいよね、正統派の魔法使いってことで。募金、何が。こっちだ、こっちこっちこっち、行こう行こう。一応挑戦しとけ、達人のところ、ね、あ、巻物ね。うん、そうそうそう、それ分かってる、さすがに巻物はね。んで行く、達人やってみる、挑戦してみる。ちょっと待ってよ、こっちが達人かってことは多分宝箱部屋っぽいな。やるだけやっとく、一応言っとくか。あと26分か、いけるかな達人。5本でいけたらすごいな、うん、いける自信は。行こうやってみよう。ない。ピック何本ある。セーブ5本。セーブした方がいい。じゃあ B か。いいぞ、行くぞ。まずここらへん。どうよ、ダメ。こっちは、ああ、これクソムズなんだよな。
あ、すいません。どこだ。頑張れ監督。ダメか。2時くらいと見た。こんなの無理か。ん？2時ぐらい。ここら辺かじゃん。あ、終わり。終わり。行こう。あ、行こう行こう。もう無理だ。こんなの無理だ。30本ぐらいないと無理だ。わらわら。これが達人か。アプ。あれ少ない。うん、そうなのよ。どんまいです。わらわら。5本しかないんだね。わらわら。行こう。行くぞ。でもしこの先に宝箱があって、その結構良さげなアイテムが出そうな宝箱だったら、うん、そうね、ちょっと回転ぐらいしてほしかったね。いやでもこれだけファンメルが死んでるのおかしいよね。うん、そうね、切り替えていこう。行くぞ。ガブロス、お前なのか。鍵がいいっすよ、ガブロス。ほとんど希望をなくしかけていたんだ。さあ、扉を。え？え？それは誰だ。ガブロスはどこだ。ガブロス、お話ししよう。お話しする感じか。ここで何してる。ガブロスはどうした。え、ちょ待てよ、これ、え、ガブロスって誰だ。あ、入り口にいた人か。サイノッドを探しにここに来た。だったっけな。バトラス・デシミウス、サイノッドを探し、これだな多分。なんだってそんなことを。ああ、そんなことは今はどうでもいい。ガブロスは戻ってこない。クリスタルを持ってったのはあいつ。クリスタルを持ってったのはあいつ。あれがなきゃどうにもならない。クリスタル全部水の泡だ。そんなの持ってたっけ。あんたが誰かは知らないが、うん、よかったな。あんたはサイノットを見つけたんだ。うん。俺だけが怒った機械と、さらに怒ったファルメルに取り囲まれるってわけだ。こいつは強いんだな。取ったやつか。クリスタルについて聞こう。最初は思い通りにいかなかった。うん。ガブロスにも言おうとしたが、聞く耳持たずだ。え、そんなに寒くなるわけがないとか言ってたな。そんなに寒くなるわけがない。だが、正しいのはこっちだったろ。ここにたどり着くまでは、見当違いのところに焦点を当てていた。寒さに歪んじまったんだ。何の話してんだ。ガブロスは白ディールまでそいつを持ち帰らなきゃならなかった。白ディールってのは、この国の帝国のある場所です、ね、どうにかしなきゃならない。うん。これはどうするべきなのか。そうなのよ。そのクリスタルは何に使うものだ。これ聞こうか、まず。実に素晴らしい計画だ。ほぼ俺が考え出したのに、ガブロスに手柄を取られてしまった。うん。内容は秘密だ。サイノットの公務だからな。言えないんだよ。どうするべきだ。マグナスの杖を探している。お前は誰だ。いや、それは言わんでいいか。どうする。ここで何をしてるんだ。いや、違うな。このキーワードを言ったらヤバそうだけど、聞くか。あんたが悪いが、手を貸してやることはできない。俺はクリスタルを何とかして使えるようにしなきゃならないし。やばいな、これ多分戦いそうな気がするな。そもそもそれが手元にない。しょうがない、これを言うしかないんだ。言うか、しょうがない。偶然にもフォーカスクリスタルを発見した。探したのはこれか。あんまりこいつに渡したくない気もするが、しょうがない、これしかないんだ。行こう。見つけたって、どうやって言うの。ガブロスは死んでいた。 それだよ。誰かは知らんが、あんた言うしかないよ、これ。プロジェクトがなんとかなりそうだ。実際のところ、一体何者なんだ。あんたが、あんたのところを訪れた時、うん、サボスは会わせてもくれなかった。でも今は何か聞きたいことがあるんだろう。気乗りはしない。正直な。よし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 。あんたには助けられた恩がある。オッケーオッケーオッケー。水に流そう。オッケーオッケー。行こう。みちみち話すとしよう。オッケー。仲間になった、仲間になった。仲間になったぞ。激アツ激アツ。俺が戻れば理解も分かってくれるだろう。よしよし、いい感じいい感じ。このオキロリを使うアイディアを考えたのは俺なんだ。うん、オキロリを使うアイディア。何て呼んでたかは知らない。うん。協力してくれるじゃん。遊んできない呼び方だったんだろう。よしよし、いいぞ。あれこれ調べてみて、連中が神の本質を見極めようと躍起になってたことが分かった。うんうん。何これ、でっか。星明かりを集めるように設計されている。いや、一応ね。するとどうなるかは分からない。
まあ一応外しとくか。じゃあ重要な部品の一つをないね。クリスタルと取り替えるのは俺の考えだった。うん、何ヶ月も魔法をかけなくちゃならなかったんだ。へえ、そんなのあるな。うまくいくように祈ろう。いやでもね、重要なことも話してくれてると思うんですよ。これがなんかあのさっき私たちが探し求めた杖と関係してくるものなんでしょうかね。見当違いでないことを祈るばかりですけどね。すごいだろ。再び動かすのはそりゃ大変だったんだ。それが無駄にならなきゃいいんだがな。すごい施設だな。このクリスタルを装置の真ん中に置けば焦点を当てる作業を開始できる。ドワーフアーミラリーにクリスタルを入れる。それが私の仕事か。これか。中心にクリスタルを入れるって言ったな。ここか。違うな。この人前回のハゲの上か。乗り物みたい。そうそう、その通り。行くよ。作動させるよ。いや、この人前回のハゲの人。いや違う違う、偽ない57番サイレンします。前回のハゲの人、まあ結構この世界ハゲの人多いからよくわからんけど、あの人は全く関係ない人。あの人はね、帝国って言ってこの国を統治する国の支配側の魔術師の人。今回はね、たまたま目的が一致してたみたいなんで協力してもらってます。行きましょう。ドワーフアーミラリー作動。何これ、回転し始めたよ。ちょっと逃げた方がいいよ。ん、大きろ、違うか。俺がこれ焦点合わせないといけないのか。なるほど、そうなのか、ありがとう。そうそうそう、あれなんだこれ、焦点を合わせないといけないって出てるな。どういうことだ。やばいぞ、時間が、放送時間が、これ、うん、まずい、これはまずい。何これ、ちょ待てよ。プレステ版でやったらここ鏡ずれててやり直ししたわ。3時間くらい、わら。前回のハゲプログエンタスアブエミッチか。確かにボスだねこれ、わら。わからん。頭脳戦か、大喜利が必要です。オッケー、わかった。理屈わかった。そういうことか。ジャンプして、ジャンプして。あかん、落ちたらあかんで。落ちたら死ぬで。ネタバレせんでえぞ。わかってるわかってる。こういう系は監督得意なはずなんで、いけるはずだ。これで操作するんだ。オッケー。で、とりあえず、とりあえず逃げるスタイル。まあ、それは私の、まあ、悪いとこでもあり、いいところ。これ、まずいな。わからん。理屈がわからん。理屈が全くわからんぞ。左を押しても何も発動しない。あ、でも、まずいぞ。まずいぞ、まずいぞ、まずいぞ。左を押しても何も反応しない。右は。あ、上が動いてるんだ。上が動いてるんだ。だから、周りを動かしていかないといけないやつだ。だから、ちょ待てよ。まず真ん中。気づいてしまったか。惜しいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいのか、わからんぞ。ちょ待てよ。あ、なんかある。本だ、本がある。やった、持って帰ろう。さすが監督、フレムフレム。本がありますよ。本があります。たくさん本があります。笑い点でしょ。歌丸が必要かな。ドゥーマーの調査本、さ、3つある。よしよし、本コレクターの私としては最高のアイテムだ。ありがとう。でもそんなことしてる場合じゃない。クリアをしないとまずいぞ。これ、これは何のボタンだ。あ、これは簡単だ。これはすぐいける。ちょ待って、これを回し続ける。これは入った、入ってないな。いや、もう延長できないのよ。これが6時間までがニコ生の延長なんで。ちょ待てよ、これがあそこまで行くまで回さないといけないのね。了解。早く早く、まだまだ、もうちょっと、あと2回は回さないと。続きは明日とかなし。さすがに今日中にクリアしてみせる。せめてこのクイズだけはクリアしてみせる。あれ、バランスがおかしい。バランスがおかしいぞ。監督には時間制。バランスがおかしい。入った。うわ、ずれる。うわ、マジかよ、マジかよ、マジかよ。
ボタンだけではない、そんな簡単ではない。これはむずいやつや。マジかちょっと待って、マジかジョー、マジか、これは間に合いそうにないな。どうしよう。釣れるバグだ。まあ俺もしばらくかかった。ちょ待てよ、考えろ。よく観察せんと無理な。はい、クリスタルの焦点を合わせる必要がある。はあ、相手はあれは遥か遠くで作られたものだから少し調整が必要なんだ。分かった、調整が必要なんだね。ヒント欲しかったら言ってね。それまで黙ってる。言わんで、ヒントは言わんねえで。よし、ちょっと待って、やばい、あと14分で分かるか。監督、せめてこれをクリアした状態で終わりたいな。真ん中だ、基本真ん中が全てを解決してくれるはず。まあ明日だな。分かった。ちょっと待ってよ。1、2、ちょっと待って、この真ん中は一番外側、ちょっと待ってよ、2番目、3番目、2番目でしょ。おじいちゃんだから頭固いんだよ。わら、待て、ちょっと考えろ。この光に合わせるんじゃないのか。でも光に合わせるんであればおかしいもんな。光に合わせるんであればおかしいよ、確かに。そうなんだ、光に合わせるんじゃおかしいんだ。だからなんだ、でもあそこしか帰れるべき場所はない。考えろ、感じろ。そうなのよ、これをずらしたいのよ。これずらさせてよ、これ。何か回さないの、これ。押したら回るとかない。頑張れ監督、くそ、焦るな監督。いや、下におる人にね聞いてもね教えてくんないのこの人。何かよ、クリスタルの焦点を合わせ、オッケー。クリスタルを温めると膨張する、冷やすと収縮する、それと光の通り方が変わる。それには呪文が必要だ。おお、そのためにさっきあったんだ、そのためのさっきのあれがあったんだ、魔法があったんだ。魔法がわかった。魔法、魔法、ちょ待てよ、魔法、やばい、あと12分、大丈夫かな、間に合うかな、これ。ちょ待てよ、オッケーで、火炎と、氷系、氷が、まさかのね、氷がない、わらわら、氷がない。本、これだ、これはもう持っとるからな。で、魔法、ちょっと待てよ、これはマジで間に合わせたい。ここまで来たなら間に合わせたい。どこだ、どこに行った、あった、よし行こう。で、右、はい、いや、あっとる、合ってないぞ。どこに魔法かけるんだ。クリスタルはどこにあるんだ。クリスタルはどこにある。あれ、ないな、こっちか。OK、 来た、よし来た、よしよしよし、いけた、早く登れ、早く行け、早くアホタレが行け、よし、いける、よし、これでちょっとずれとる気もするが、まあなんとかなるだろう。で、ずれとる、ちょっと待って、ちょっとずれとる。監督焦りすぎ、わら。温めて。行き過ぎた、わらわら。行き過ぎた。ちょっと行き過ぎた。くそ、むずい。結構行くんだな、あれ。結構行っちゃう系？結構行っちゃう系だな、これ。ちょっとどうしよう。すぐ後ろにいますよ。うるせえ、お前はちょっと今黙っていろ。あと10分、これもうこれで合わせてみよう。とりあえずこれで合わせてみよう。これで合わせれないんだったらもうしょうがない。
わからん。よし、行くぞ。なんかずれてないこれ。バグじゃないこれ。これでも2番目があっちか。これバグかな。バグの可能性も視野に入れないといけないな、これ。バグはない。バグはない。ただ行き過ぎただけか、これじゃあ。そっから魔法打っても調整できるよ。オッケー、なるほど。おお、来た。なんか一個勝手に入った。勝手に入った。勝手に入った。勝手に入ったよ。奇跡起きとるよ。奇跡起きとるよ。勝手に入ったよ。謎に一個勝手に入りました。ちょ待てよ。早く押させなさい。私に押させなさい。よし。奇跡起きとるよ。奇跡起きとるよ。勝手に入った。帰ったね。1個。よしよし、行くぞ。間に合わせる。入ったか。入ってない。嘘だろ。違うのか。これでは違うのか。入らんぞ。入らん。どういうことなんだ。どういうことだ。これ入ってるよね。1個は入ってるよね多分。ちょっとわからんな。とりあえず回せばいいんじゃね。いやもう回したんのよね。一周回しちゃったのよね。ここまで一クリアできんとかやめてね。いやマジでやめたい。それだけはやめたい。ちょ待てよ。入ってくれ頼む。1個は入ったっぽいんだよな。入った入った。あともう1個。やっぱここの真ん中だ。あともう1個、ここだけなんだ。入った。入った。よし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 。オッケーオッケーオッケー。行こう行こう行こう。あと8分。ごめん、魔法届いてないね。ありえない。この投影は夜空のように光るはずだ。なんだこれ。わらわら、何かがものすごく邪魔をしている。何これ。ウィンターホールドにある何か。ウィンターホールドには何か。何を遊んでいる。邪魔をするつもりか。そんなつもりはない。そんなつもりはない。ちょっと待ってよ。地図が出てきた。ちょっと待って、氷の精霊の方にしとこう。もしかして敵かもしれん、こいつ。で、話す。それは何だ。何をした。俺たちのやろうとしていたことを知っていたのか。落ち着いた方がいい。自分の計画をうまくいかせ、何年もの努力をあんたと大学に台無しにされ、大学にあるあの目のせいですね。そのせいで仲間や友人を失ってしまったんだ。失敗してるんですね、何か。落ち着けって言うのか。一体どうやって。やばい、あと7分。誓って何もしちゃいない。だが、あんたのやったことが原因なのは確かだ。他に説明がつかない。大学に何かあるんだな。うん。想像すら超える途方もなく力のあるものが。それは一体何だ。こいつには正確に言った方がいいのか。急に敵対的に言ったな。こいつに言った方がいいのか。マグナスの目について言った方がいいのか。杖を手に入れればマグナスの目はどうにかなる。杖を欲しい。マグナスの目のことか。マグナスの目。ほう、それがこっちの考えているものと同じなら、こいつは興味深い。いいのかな話して。ああ杖か。興味深いが、詳しいことは話せない。サイノットが何年もかけて調べてきた多くの秘密が漏れてしまうからな。それでいいのか。あんたが細かいことまで理解できるとも思えない。テートにある天球儀を見たことは、あれに着想を得たんだよ。空だけと限らず、いっそタムリエル全土を投影し、そこに潜在エネルギーを制御して重ね合わせ。大事なのは、この研究は偉大な魔法の力を明らかにするのが目的だって。こいつも魔法術師ですかね。もちろん
純粋に帝国を守るためだ。だが結局分かった場所は2つだけだ。1つは大学だ。1つは大学。他にはそうだな、ラビリンシアンしかありえない。ラビリンシアン行ったことない場所かな。ウィンターホールドの魔術師さんよ。あんたの意図はともかく、こっちが一枚上手だったってことだ。あんたの言ってることがたとえ嘘だろうが、サイノット議会の興味を引く何かがウィンターホールドにあるのは分かってる。マジか。ああいい、ラビリンシアンに行って杖を探せよ。こっちは白ディールに戻って議会に報告書を出すさ。また何か行かないといけないところがあるのか。これで終わりじゃないぞ。大学か。ここに長く居すぎてしまったようだ。正常じゃなくなっている。はあ？なんだって？思ってた以上の発見があったんだ。どういうこと？混乱させようとしても無駄だぞ。わからん。どうするべきだ。ああそうだ、こいつは何者なんだ。つまりその通りだよ。間違いない。だがもうどうでもいい。あんたが大学にもっと重要な何かを溜め込んでるのは分かってる。議会に知らせてよ。そうですね、倒しとくか。あんたの企みは明るみに出る。セーブしとこう。セーブできない。もうじゃない。セーブしよう。もう一枠取るの私。まあ明日仕事ないからいいけど。ないだろう。ちょ待てよ、ストップ。ちょ待てよ。じゃあ次枠取るぞ、みんな。次枠に移動せよ。なんだよ、もう3時だぞ、お前ら。マジか。取らせぬのか、俺に。もう一枠取るのか、俺は。俺はもう一枠取るのか。取るしかないな、これは。おお、マジか。ちょ待てよ、取るか。さすが監督。わらわら。おー。マジか、わら、行くねー、わら。マジだよ。すげえ、ラビリンシアンまでやるのか、わら。続きが気になるんだろ。今からやることあったら。いや、そうなんですよ。私も気になるな。6話目。キヨヒトール監督、頑張れ監督。ウェーイ、わらわら。で、予約機能。で、行ってみるもんだ、わら。30分。まだやるのか、わら。まだやるぞ。予約した。頑張れ監督。監督、勘だぜ。はい、ということで、2893番さんいらっしゃいませ。2895番さんもいらっしゃいませ。いや、仕掛けといたら終わりとかなかった。はい、トイレは？で、で一応曲流して、この幕閉じるわ。わからんけどね。まあ、最後まで行きたいなと思う。この、ここはね。いや、最後までは絶対完走せんけどね。よいしょ。はい、というわけでゲーマージャングルドキドキワクワクランラン放送局、今日はまさかの、もう一枠取らせていただきます。そちらの枠気になる方はまたそちらの枠でお会いしましょう。この枠はね、ちょっと早めに切らせていただいて次枠の方移動の方よろしくお願いいたします。では皆さんお疲れ様でした。また会いましょう。さようなら。一旦お疲れ様でした。